2023年、シルク木製の年で言うならば、風になびく長い植物っていうもの、おすすめだと思います。観葉植物を飾るときにも、この辺を意識してくれると、とってもいい流れを運んでいってくれます。大王、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大王、今回も斉先生に登場いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。斉先生の地元、こちら農方でございますね。農方の皆様の前で公開収録ということでございましてね。今日の講演会、素晴らしい講演会でしたね、斉先生のね。最高でしたね。斉先生の講演会、すごい。はい、もう斉先生のね、挨拶が変わった。はい、挨拶が変わりました。すごい。はい、あの挨拶、ね。やってないです。やってないですよ。やってないです。あの挨拶やらない絶対に。最先生のチャンネルの方で公開してます。そうだね。怖くて、ぜひ。怖くてできるしかはずがない、あんなの。新しい最先生のね、はいはい、マジソンスクエアガーデンの道ということで、はい、そうですね、ぜひそちらの方見てください。まずこのチャンネルは開運の情報をお届けしているチャンネルですので、ぜひチャンネル登録お願いしたいのと、このチャンネルの中で最、うん、先生が出てる回っていうのはすこぶる伸びてるんですよね。あー、さすがですよ。だって満場一致の開運業界のスーパースター。まだやるんですか。そうですね。まだやるんですか。そうです。満場一致でした。満場一致のスーパースター、斉良平先生です。リサーチ会社使われてるの。はい、そうです。今回、斉、うん、先生にお聞きしたいのは、2023年、今年はこの観葉植物を置いとけば、金運上昇していくよっていう植物を教えてほしいです。はい。もともと観葉植物っていうもの自体は、何にしても OK です、これ、うん。どんなものでも OK です。ただ、その、開運効果を望む場合っていうのは、多肉植物とか、サボテンとかですね、はい。ああいうものではなくて、葉っぱ。葉っぱのあるものがいいです。葉っぱのあるものです。で、基本的な基礎っていうもの自体は、幹、つまりこの木が太くて葉っぱが大きいものがおすすめです。ここでまた2023年って言うんであるならば、はい、2023年というのはシルク木星っていう星の年なんですよ。で、もう一つこのシルク木星っていうもの自体はもう一つ小位といって風の星でもあるんです。なので観葉植物っていうもの自体は何にしても家の中で淀んでる木っていうもの自体を浄化した上で良い流れを運んでくるってことで、桜庭先生もわかる通り、もうセレブな人たちの家もそうですし、いい流れを運んでくる場所っていうのは必ず観葉植物があります。僕、斉先生に言われてね、はい、お金のなる木を置いたんですよ。はい。みるみる大きくなって。で、今すごいんですよ。満開の花が咲いてるんですよ。めちゃめちゃいいですよ、あれ。見せましょうか。昨日撮ったよ。昨日の時点でいっぱい咲いてたってことですか？いや、随分前から咲いてましたけど、昨日の時点でなんかすごいことになって。はい、あれ確かにコツがあるんですよ。これね、玄関先で金のなる木がブワーって咲いてる家っていうのは、はい、すっごい息が流れてます。あ、そうなんですね。見てください、斉先生、これ。すごっ！桜の満開みたいになってますね。ほんとだ。あ、はい、すごい。満開でございます。めちゃめちゃ綺麗。まあ、この辺に載せときます。はい。あの写真載せさせていただきます、はい。これもすっごくいい流れです。ね、すごいですよ、ね。はい。そういった感じで今年っていうのは、まあ木とか風を意味するものなので、うん、観葉植物が大活躍する年って言われてます、一応。そうなんですね。はい、まあ今までも先生のチャンネルではもう、重と、難点とかも。そうですし、あとはもう、パキラはもう王道ですね。はい。あと幸福の木、ガジュマルとかっていう。はい、この辺は幹がしっかりしてて、葉っぱがあるっていうことなんですけども、うん、こういったものでもいいです。あとは、あの、観葉植物を置くときのコツっていうものは、まず玄関先とかは必ず1個あると嬉しいですよね。はい、玄関先にまず1個あると、はい。あとは、部屋に置くときも、四隅とか。四隅に、あの、よどんでる木がすごく溜まりやすいので、はい、そういう木を浄化してくれて、いい流れを作ってくれる。で、枯れる人いっぱいいるんですよ。で、もちろん、その、まあ、湿気の状態だったりとか、乾燥とかで枯れやすくなったりする場所もありますけども、基本的には、枯れても枯れても置き続けるってことです。枯れたら新しいのを買ってきてまだ置く。はい。あとはマンションとかに住んでる方で結構鉄板要素があるのはトイレに窓がない。ああ、うちもないっすね。はい。これはもう仕方がないんですけども、はい、一応風水とかでは大競争って言われたりするんですが、うん、競争でも水の木が家の中で溢れちゃうので、うん、植物に吸い取ってもらうんですよ。だからそこに観葉植物を置くんですが、日が当たらないので、はい、枯れちゃうからローテーションさせてあげてください。定期的に。で、やってあげるとトイレの中にある浮上の木は全部植物が吸収してくれます。うん、ああ、そう。トイレに適した植物とかもあるんですか？今言ってた植物でも十分いいと思うんですが、適さない植物があるんですよ。その適さない植物って言っていくんだったら、はい、さっき言った金のなる木とか、はい、サボテンとかっていうもの自体は水の木をバンバン吸ってくれる感じじゃないんですよ。もちろんこれすごくいい効果あるんですよ。それだったら電子機器類とかの近く、テレビとか冷蔵庫とかっていう、まあその電子機器類の近くの方がサボテンとか活躍してくれます。あ、そうなんですね、はい、すごく活躍してくれるので場所によって違うんですね。はい、あります。風と木の年っていうことで、はい、まあシルク木星ということで風になびくアイテムっていうイメージを、これってすごく長いものもいいんですよ。長いもの、はい、枝が長いもの、はい、今は今日のは2023年ってことなので、はい、2023年っていう風に考えた時に、うん、長い観葉植物って考えた時に、うん、ポトス見たことあります？鶴のあれ？そうです、鶴みたいな感じ、はい、ただ鶴の植物ってものは
はい、あの家の外にあって家の壁を張るっていうのは絶対ダメなんです。あ、よくいますよね。そうなんですよ。張ってるの。あれはもう火葬場で家の木がどんどん低下して衰退していくことにつながっていくので、家の壁をつる系の植物が這うと病人が出るっていうぐらい嫌がられてたんです、昔は。あ、そうなんですね。基本はあまりしない。はい、いますよ、たまにもう。悶々としてる人がいる。すごい、はい、もうなんかすごい家あります。そういうなんかアート的なもので考えてやってもいいんですが、住む家にはまず適さないので、絶対に壁に鶴が這わないようにしてほしいんですが、今年は家の中で置く分に関しては、はい、あのポトスとかはザーって伸びていくんですよ。これもすごくいいですよね。うん、いいですし、長いものっていうのもそうですけども、うん、よくあの、吊るしたりするじゃないですか、皆さん。鎖で1個あって、もう1個あって、もう1個みたいな感じで、それをすごいダラーっとやるみたいな。あの感じで外に吊るして飾るっていう形の絵は、まずこれ、風っていうもの自体は風になびく。で、そこで植物があって、木っていうエネルギーがあって、その風の影響を受けた上で、なんか少し揺らいでる感じのイメージです。っていうもの自体が、とってもいいんですよ。なので、長くて、そういったものったら、ポトスとか。ただ、ポトスを使うときっていうのは、水を皆さん入れてますけど、水を入れる場合は、なるべくなら定期的に変えてください、すぐ。なくなるまで放置するんじゃなくて、定期的に変えてあげるってことをしないと、水の木ってとっても、腐りやすいんですよ。植物が入ってればあんまり腐りにくいんですけども、定期的に水をさっさかさっさか変えるっていうふうにして、やってあげると、いいですし、今思い出した。はい。うちの先生が、はい。水系の植物を飾る時の、もう花とかもとってもいいです。はい。花もいいんですけども、うん、炭酸水入れてましたね。なんで、炭酸水入れると植物が元気になるんだって話をしてたんですよ。実際にそういう視力木製の土とか、そういったちょっとシュワシュワしてる感じのものとかも結構良かったりするので、今皆さん結構炭酸の自動で作るやつがあるじゃないですか。はい、あります。あんなのちょっと入れてあげると、はい。いいかもですね、ちょっと。ああ、そう。毎日毎日入れる必要はないですけどね。あ、先生は毎回、炭酸じゃなくて、たまに入れてあげて。たまに入れてあげると、うん、発泡性のものとかって、シュワシュワってやってあげるのも、登る、うん。あの感じとかもとってもいいっていう感じで話をしてたので、はい、まあ、2023年、シルク木製の年で言うならば、風になびく長い植物っていうもの、おすすめだと思います。あ、これめっちゃいいですね。はい、先生、僕、シルク木製なんですけど、関係ないですか？はい、ありますあります。なので、そういう方たちは、もうそういう植物にこだわるっていうのは絶対的ですし、つばれば先生とかで考えたら、シルク木製の人もそうですし、今年は綺麗にしておくところは絶対東。東。一つ。東もそうですし、東南もそうです。東と東南とは横と流れで繋がってるので、このエリアをまず、綺麗にすることは絶対ですし、観葉植物を飾るときにもこの辺を意識してくれると、とってもいい流れを運んできてくれます。そうなんですね。はい、マストで飾るのは東南。東南、東いいですね。どこに置いても悪いことはないんですけども、今年のいい流れを塗りたいと思っている方たちは、もう東、東南っていうのはぜひとも意識してもらいたいですね。ああ、最高ですね。はい。だからどうでした？やっぱりね、僕の家もそうやって先生に言われておいて、うん、満開の花が咲いてますのでね。置くといいっすよね。はい。全然変わります。本当に変わるよね。ジャニーさんなんか置いてたよね。パキラス。ああ、あれ枯れちゃったもんね。早いな。元気っすよ。元気かなと思いました、今。元気でした、元気でした。元気でした。パキラも万能の植物ですよね。いつの、どんな時でも置いてても全然いいんですけど、2023年って言われたらやっぱりそういったものをちょっと意識してくれると。ああ、そうなんですね。で、もともと置いてるけどもっていう人たちは、ちょっとね、またね、増やしてくれたりもするといいです。うん、木の木がすごい溢れるので。うちの表が枯れちゃったんですね。はい。新しい表買ってきて、入れ替えたらいいですか、うん、あ、全然いいと思います。あ、はい。かしこまりました。観葉植物のエネルギー借りて、もっと開運したいですもんね。うん。だから僕は家に帰ったらすぐポトフ食べるよ。ポトフ。うん。あ、そうなんですね。ポトフですね。全然違うものなんですよ。ポトスとポトフ、うん、全然違うものなんです。違うんです。はい。観葉植物の話じゃないですか、今。なんで食べ物のスープになっちゃうの？ポトフじゃないですか。もうお腹空いてるんですか？腹減ってました。あ、そうなんですね。ちょっともうご飯食べて。さっき食べた気がするけど。はい、さっき食べて、はい。すごいな。お腹空いてるアピールがすごいですね。はい、露骨ですね。まあまあまあ、でも本当に先生に言われた通りに、素直にやるとやっぱいいですよね。はい、本当にいいと思います。で、やっぱ僕のね、金のなる木はね、3つ置いてるんですけど、はい、3つとも元気なんですよ。で、1つだけこう満開になられて。うわぁ、いいことあるんじゃないですか。いや、いいことしかないんですけどね。僕、そうですよね。うん。いや、嬉しいですよね。蔡先生ともこうやってね、はい、また仲直りできて。そうですね。いや、うん、はい。それはまだちょっと、わかんないんですけど。これからもずっと伸びてきたと思うので。あ、膝触り。大王の膝触り。うん、はい。はい。そんな感じですかね。はい。はい、ありがとうございます。はい。とんでもないです。また、先生、いらしてください。はい。ありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。何にも言わない。何にも言わないの？先生、なんか言わないの？大王。ね、間がすごい。じゃんけん。うん。じゃんけん。長いぞ。ポン。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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 
楽しい。